はい、パッとレトロゲームチャンネルです。今日はですね、ザ免許取得シミュレーションやっていきたいと思います。まずは学科試験ですね。学科の卒業試験みたいな感じのやつですね。まあもうね、今年っていうか、まあ2022年もあと、今日がですね12月28日水曜日の23時57分なんで、もうあと4日したら2023年ということになりますね。車庫などの自動車専用で入り口3メートル以内に駐車したらダメでしょ、ダメでしょってやつですね。10km 進行しても交差点を左折するときはどのようなことに注意して運転しますか。続き、トラックの左側が空いているね。このままトラックの左側方を通過して左折する。これ×っぽいね。トラックの陰には右折する対向車がいるかもしれないので、トラックは左折してから対向車や歩行者の動きに注意して左折する。丸かね。トラックの左側方を通過すると巻き込まれる恐れがあるので、トラックの後ろを進行する。丸。霧の日は早めにライトをつけ、危険防止のために必要に応じて検温器を使うべきである。丸。30キロで進行しています。どのようなことに注意して運転しますか。歩道にはガードレールがあり、安全に通行することができるので、そのままそこで進行する。これ、ガードレールがあり、安全に通行することができるので、そのまま、いいのかな。そのままの速度で、良さそうだけどね。左側の自転車は歩行者などで歩道が通りにくいため車道に飛び出てくるかもしれないので、検温器を鳴らしてそのまま速度で進行する。検温器を鳴らしてっていうのはダメな気がする。左側の自転車は歩行者などで歩道が通りにくいため車道に飛び出してくるかもしれないので、速度を落として動きをよく確かめてから通行する。これ丸っぽい。初心者マークや仮免許練習標識がつけている車に対して追い越しや速報を通過してはいけない。丸。盲導犬を連れた人が歩いている場合は一時停止か徐行などして安全に通行させる。丸。身体障害者用の車椅子で通行している人がいる場合は一時停止か徐行しなければならない。丸。30キロで進行します。どんなことに注意して運転しますか。対向車がいない様子なので加速して自転車と駐車車両を一気に追い越す。これ×だ。自転車は自分の車の席に気づいていて自分の車に前に出てくる恐れはないと思うのでこのまま進行する。これも×っぽいけどね。出てくる恐れはないと思うのでっていうのがなんか、自転車が自分の車の前に出てくるかもしれないので速度を落とし駐車車両の横を通過するまで自転車に追従する。あ、前の車駐車車両なんだね。自転車、まあこれもあるっぽいけどね。ひとまずために5分間停止した場合は駐車になる。これどうだっけな。人を待つために5分間停止した場合駐車になるか。停車じゃないかって思うんだけど、車を運転して集団で走行する場合ジグザグ運転などしてはならない。丸。標識や表示による指定がない一般道路での大型自動二輪車と普通自動二輪車の最高速度は 30km 毎時である。原付は 30km だから×じゃない。図の表示のところで人を乗せるため5分間停車した。これ丸じゃない。あれ駐車禁止じゃなかったっけ。運転者は自分でドアを開けるときはもちろん同乗者がドアを開けるときも周囲の安全を確認する。丸。普通免許を取得して1年未満のものがつけなければならない初心運転者標識は車の前前面と後面の両方につける。丸。
道路の曲がり角から5メートル以内の場所は駐車のみ禁止されている。あれ、駐停車禁止じゃなかった、停車も禁止じゃなかった、信号で赤色の灯火が点滅しているときには一時停止だけをすればいい。一時停止だけをすればいい。丸っぽいけどね、一時停止だけでなく安全も確認しましょうって言われちゃうと×になっちゃう。×にしてみる。図の標識は自転車専用道路を示している。自転車横断帯、自動車専用道路、自転車横断帯は×だ。道路に並行して駐車している車の右側には停車も駐車もしてはならない。丸。初心運転者標識や仮免許連証標識をつける車に対しては速報通行や追い越しをしてはならない。丸。丸って火災報知器から1メートル以内駐車は禁止されて禁止であるが停車は禁止されていない。丸。前車に続いて踏切を通過するときは安全が確認できても一時停止の必要がある。丸。警察官は止まりの手信号をしていたがその場所が駐停車禁止場所の時は警察官の手信号に従わなくてもよい。あ、これでも手信号優先じゃないかな。やっぱ警察官は権限がありますか。人の乗り降りのための停止は5分を超えても停車で駐車になっちゃうんじゃなかった。人を待つための5分以内の停車は駐車にならない。回る。人の乗り降りのため停止は5分を超えたら駐車じゃ駐車であるの、まあ同じ問題ばっかりですよ。図の標識のあるところは車や路面電車は通行できないが歩行者は通行することができる。バスじゃない。図の標識は車両進入禁止で一方通行路の出口に設けられている。車両丸じゃない。車道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切るとき歩行者がいなければ一時停止しなくてよい。×。この標識のあるところの手前こちら側であれば駐車してもよい。丸。安全地帯のそばを通行するとき歩行者がいてもいなくても徐行しなければならない。これは違うね。×。軌道式内は右左折のための横断する場合や危険防止のためやむを得ない場合でも通行してはいけない。これは×だね。通行してもいい。一方通行の道路でも右側に駐車してはいけない。一方通行の道路でも、どうなんだこれ。×やな。ちょっと分かんないね、あれば。ちょっとここはちょっとチェックしておくか。運転者が疲れているとき危険を判断するのに時間がかかるが空走距離には関係がない。罰じゃない。荷物を積み下ろしで運転者がすぐに運転することができるときはその車の右側に 3.5 メートルの余地がなくても駐車することができる。これも分かんないね。いいんじゃない、わかんないね。もうちょっとわかんない。前の車について踏切を通過するときでも踏切の直前に停止をして安全確認しなければならない。ある。図の道路標識があっても道路の右側に車庫があるときは横断することができないんじゃない。通学バスが自動乗り降りのために停止しているときは後方で停止してバスの発進を待つ。バツ。これバツだよ。アメリカだとね、停止してますんだけどね。歩道と車道の区別のある道路で車の片側の車輪を歩道に乗り上げて駐車していけない。丸。検温器は検温器の安全の標識がないところで絶対に鳴らしてはいけないってどうなんだろうね。罰っぽいけど絶対にっていうのがなんか、ね、運転手が疲れているときは危険を判断するまでに時間がかかるので空走距離は長くなる。丸。停止している通学通園バスのそばを通るとき人影が見当たらなくても徐行して通行する。これは丸だろう。夜間高速道路上で故障したときや非常点滅灯か
駐車場またはビットをつけるだけでなく停止表示器で置かなければならない。丸。消防用防火水槽の水の取り入れ口から5メートル以内の場所は駐車も停車も禁止されている。駐車が禁止されているが停車は禁止されてないと思うんで×。安全な速度とは常に法定速度で走行することである。これは×だろうね。安全な車間距離は制動距離と同じ程度の距離である。ま、なんか難しい問題できたね。丸にしておくか。警察官が止まれて信号している場合、その場所が駐停車禁止場所であっても警察官は停止信号に従わなくてはなる。丸。道路工事の区域の端から5メートル以内の場所は駐車禁止されているが停車禁止ではない。丸。その標識のあるところでは路面に凹凸がある。丸だろ。その表示のあるところでは駐車停車とも禁止である。停車は禁止されていないんで×。さあ、これでどうでしょう。これ一発でクリアできないだろうね。ちょっとどうでしょう。40点厳しいっすね。なんか同じ問題がたくさんでしたからね。なんか何が間違ってんの。どのようなことに注意して運転しますか。あ、これが間違ってんだ。あ、そのままの速度で進行する×なんだ。これは×だ。あ、これは合ってた。初心者マークや仮免許練習標識をつけている加えた乗り越者そこを通過していけ。幅寄せや割り込みしていけないの。あ、ちょっと勘違いしちゃうよ。人を待つために5分間停止した場合駐車になる。人を待つための停止は駐車です。で、分かった。20番。あ、これさっきと同じ問題でした。なんか同じ問題が出てくるからな。24、25、26。人の乗り降りのための停止は5分を超えても停車である。人の乗り降りのた停止、人の乗り降りの停止は、あ、これバスとかをイメージしてるってことか。さっきの問題なんだっけ。人を待つため、あ、人を待つために駐車になる。ちょっとここの解釈が難しい。停車である。人を待つための5分以内の停止は駐車にならない。駐車になります。その乗り降りのための停止は丸。え、人の乗り降り、あ、そっか、人の乗り降りだからか。今×。ややこしいなこれ。あ、右側に駐車して、あ、やっぱキープレフトな。荷物の積み下ろしで運転者がすぐに運転することができるときは、その車の右側に 3.5 メートルの余地がなくても駐車することができるんだ。基本権。あ、これは合ってるってことか。あ、やっぱこれ安全な車間距離、制動距離と同じ程度の距離だ。安全な車間距離は停止距離と同じ程度。停止距離か。何が何だかさっぱり分からなくなってくる。じゃあもう一回やんなきゃいけない。まあ人の乗り降りっていうのとね、なんか人を待つためっていうのが、そういうことか。路面電車が停留所の安全地帯に停車し、客の乗り降りさせているときはその後方で一時停止をしなければならない。一時停止しなくていい。安全地帯では一時停止しなくていいんだよね。路面電車の起動式内は標識などで許可されている車種以外は通行できないが、右折などで横切ることはできる。丸。安全な速度とは法定速度で走行することである。×。その標識のところの手前、こちら側であれば駐車してもよい。丸。
道路に並行して駐停車している車の右側には停車も駐車もしてはならない。丸。踏切とその端から前後10メートル以内は駐停車禁止であるが、人の利用のための停車もできない。停車もできないんじゃないかな。あ、できんだっけこれ。これはちょっとね、あれだよね、できないと思う。図の路側帯のある道路では 0.75 メートル以上の余地がなければ中へ入って駐車しても良い。図の路側帯、あ、これだ。ダメな気がするんだよねこれ。なんかちょっとわかんないこれ。運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態、停止は5分以内であれば駐車とはならない。車から離れているからもう駐車になっちゃうから、あれ？駐車にならないって書いてあるから×で、駐車になるから×。安全地点のそばを通行するときは歩行者がいてもいなくても徐行しなければならない×。荷物の積み下ろし、運転者がすぐに運転することができるときは、その車の右側に 3.5 メートル以上や5メートルの余地がなくても駐車することができる。回る。まあさっきの復習です。停車中の路面電車に追いついたとき、安全地帯があるときは、乗降客のあるなしにかかわらず一時停車する。安全地帯があるときはいいんじゃない？一時停止しなくて。図の表示のあるところでは駐車停車とも禁止である。駐車だけ禁止なんで×。30キロで進行しています。どんなことに注意して運転しますか。歩道にはガードレールがあり安全に通行することができるので、そのまま速度で進行する。これは×なんだよね。左側の自転車は歩行者などで歩道が通りにくいため車道に飛び出してくるかもしれないので、検温器を鳴らしてそのままの速度で進行する×。まあ検温器鳴らしたくなるけどね。左側の自転車は歩行者などで歩道が通りにくいため車道に飛び出してくるかもしれないので、速度を落として動きをよく確かめてから進行する。丸。横断歩道手前5メートルのところで荷物を下ろすため5分以内の停車をした。横断歩道の手前はダメだった気がするんだよ。マニュアル車の場合下り坂に駐車し、車から離れるときはギアをローに入れておくのが良い。ギアバックにいるんじゃん。バツ。前者について踏切を通過するとき安全が確認できても一時停止の必要がある。ある。初心者マークや仮免許練習標識をつけている。車に対して追い越しやそこを通過してはいけない。バツ。図の標識あるときは滑りやすいからブレーキを強く踏み込まなければなる。ブレーキ、これ難しいな。バツにしておくか。速度を落としておかない、速度を落とさなきゃいけないとかそういうあれじゃん。高速自動車国道などで故障などにより運転できなくなったときは安全な場所に車を移動し停止表示機材を置かなければならない。まる。身体障害者用の車椅子で通行している人がいる場合は一時停止か徐行しなければならない。まる。図の標識のところでは車両進入禁止であるが電動機付き自転車進行できる。できない。人待つための5分以内の停車駐車にならない。×。消防予防火水槽の水の取り入れ口から5メートル以内の場所は駐車も停車も禁止されている。停車は禁止されていないんで×。ガソリンスタンドに入るため歩道を横切るときは一時停止して歩行者安全を確認してから通行する。丸。人乗り降りのための停止は5分を超えても停車である。丸。これはバスだよね。バスとかそういうのをイメージして、バツっぽいけど丸なんで。霧の日は早めにライトをつけ危険防止のために必要に出て警報器を使うべきである。丸。盲導犬を連れた人が歩いている場合は一時停止か徐行などして安全に通行させる。丸。その標識のある道路はミニカー 125cc 以下の自動二輪車原動機付き自転車通行できないんじゃない。初心運転者標識や仮免許練習標識をつけている車に対しては速報通行や追い越しをしてはならない。かつ歩道と車道の区別のある道路で車の片側の車輪を歩道に乗り上げて駐車していけない。丸。図の標識のある道路で矢印のように通行することができ
できないんじゃない。火災報知器1メートル以内駐停車が禁止されて、停車が禁止されてない罰ですね。道路の曲がり角から5メートル以内の場所は駐車のみ禁止されて、駐停車禁止だと思うんだよねこれ。標識や表示による指定がない一般道路で大型自動二輪車と普通自動二輪車の最高速度は 30km 番地である。原付は 30km だったからね、確かに違うと思う。停止している通勤通学バスのそばを通るとき人影が見当たらなければ徐行しないで、徐行しないでっていうのは何かな。図の標識は自動車専用道路を示している×。図の表示のある部分には車を乗り入れてはいけない。あれこれどうだったっけ、これちょっとわかんないな。丸かな。図の標識のところでは午後8時から午後8時まで乗車通行できない。駐車禁止だから罰だ。普通免許を取得して1年未満のものがつけなければならない。初心者運転者標識は車の前前面と後面の両方につける。丸。警察官が止まりの手信号をしている場合、その場所が駐停車禁止場所で警察官の手信号に従わなくてはならない。人の乗り降りのための停車5分を超えたら駐車である。罰停車です。10キロで進行しています。交差点を左折するときどのようなことに注意して運転しますか。トラックの左側が空いているので、このままトラックの左側方を通過して左折する。罰。トラックの鍵に右折する対向車がいるかもしれないので、トラックが左折してから対向車や歩行者の動きに注意して左折する。丸。トラックの左側左側方を通過すると巻き込まれる恐れがあるので、トラックの後ろを進行する。丸。安全な車間距離は制動距離と同じ程度の距離、停止距離だから×。人の図の表示のあるところで人を乗せるため5分間停車した。これは丸じゃない。図の標識があるところでは路面に凸凹、凹凸でいいのかな、凹凸が丸。軌道式内は右折のため横断する場合や危険防止のためやむを得ない場合でも通行してはいけない。罰。通学前バスが児童乗り降りのために停止しているときは後方で停止してバスの発進を待つ。これ罰だね。前の車について踏切を通過するときでも踏切の直前に一時停止をして安全確認をしなければならない。丸。運転者は自分でドアを開けるときはもちろん、同乗者はドアを開けるときも周囲の安全を確認する。丸。人を待つために5分間停止した場合駐車になる。丸。まあこれで何点だろう、43点とかそのぐらいかな。50点。あ、パーフェクトだって。パーフェクト、まさかのパーフェクト。これは丸なんだね。これ分かんなかったね。駐停車できないんだね。横断歩道手前5メートルとか荷物を下ろすのに5分以内の停車をした×だ。駐停車禁止。その標識があるときは滑りやすいからブレーキを強く踏み込む。スピードはやっぱブレーキは数回に分けて踏む。ああそういうことか。なんかスピードを落とさなきゃダメとかそういう感じかなって思った。駐停車も禁止です。曲がり角付近。これ丸なんだ。立ち入り禁止部分なんだ。あんまりこういう表示は見たことないけど、長かったな。しかしなあ、でも合格できましたね。じゃあ技能試験をやって終わりかな。多分技能試験すぐ終わっちゃうんでね、別に分ける必要もないのかなっていう。じゃあやっていきましょう。卒業検定試験です。
まあこれ1個これもね結構もうこれ終わるともう何もない。もうバイクの教習と車の教習ができる。まあいいゲームですよ。あれ？間違えた。まあ進路間違っても別に全然問題ないんだ。クランク行かなきゃいけなかった。 S 字とか。おお、いい。こっちか。こっち行かなきゃいけない。あ、ゆっくり行けばね。止まって、こういう風に止まってもいいんですか。で、S 字を行って、あ。今度はクランクとスラロームをやってくださいと。でまた左に行くと。こういう感じかな。あんまりスピード出しながらやると結構難しいから。左の道路気になるけど、なんだ、まっすぐ行って、あ、じゃあ今度パイロンが置いてあるとこ行かなきゃいけないと。忙しい。あ、間違えた。ちゃんと車は走ってないけど、ただ壁にぶつけただけ。で、今度はここへ行けと。もう2分42秒もかかってる。まあこうやっていくんですね。はい、外へ行って交差点と坂道。やっと外に出る。いつまでここでやってるんだって話だっけ。あ、やっと外に出れる。今度右折か。やべ、あ、危な。ぶつかって車止まってくんないんだ。で、左。あんまりもたもたしてるとね、バイクが後ろから追突してくる。それもね、結構厄介。で、ほら、止まってくんないです。車止まってくれたのにね。なぜか止まっバイクは止まってくんないっていう。坂道。で、踏切があるからちょっとスピードを緩めて。で、止まって、次クランクと交差点。交差点、あ、こっちか。右曲がれってことか。うわ、あ、止まってくれたね。止まってくれて助かって。ぶつけられたらもうゲームオーバーだったか。
化出さないとまた怒られるか。バイクってウインカー自分で切らない限りあれなんだっけ、勝手に消えないんだっけ、それが分かんない。待って、あ、池が、あ、なんか初めて見たような気がする。なんか池の水全部抜いてみましたとかね、なんかテレビ東京でやってましたけど、あれ面白いらしいですね。もう見たことないんですけど。で、外周、で、右。でもまあ池の水全部抜いたら、まあいろんなものが落ちてると思うんで、いろんなものが発見できるっていう点では面白いかも。ウインカー出してる。もうすぐ終わるね。もうゴール近いでしょ。まだ、さあまだか。うわ、マジ？そういうこと？行き過ぎちゃったよ。これバイク後ろから来たらもうアウト。いやー、びっくりします。で、ここか。で、停止線止まって、試験終了、卒業検定試験。7分17秒もかかったんだ。さあ何点でしょう。300は超えたと思うんだっけ。97点か。ああ、387点。うまく運転してたかな。あ、終わりましたね。はい、これで終わり。祝卒業。誤りがないか。 T3 タブ、生年月日入力した覚えはないんですけど、まあこういう感じで。じゃあこれでセーブして終わり。はい、上書きして。まあ、あっという間でしたね。まあ、特に全部クリアしたからエンディングがあるっていうわけでもないという。免許を取ろうは最後ね、エンディングあったんだけどね。エンドロールがあったんですけど。これやってみましょうか、次。一発勝負ってことだよね、これね。運転免許試験場って。これが一番やりやすいっちゃやりやすいけどね。はい、ということで、まあとりあえず、まあこのゲームやるかやらないかちょっと、わかんないですけどね。もしかしたら運転免許試験場やるかもしれないですけど、まあとりあえずね、まあこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。